もしもし。あ、もしもし。今入場券2枚買ったから、電車着いたらすぐ教えてくれ。了解。ご利用ありがとうございます。もしもし、着いたか？おう。今ホームにいる。すぐ向かうわ。はい、こちら豊橋駅たくあんです。お疲れ様です。東京駅の斉藤です。一点共有したいことがありまして、先ほど入場券で改札に入った黒縁メガネに黒い帽子の男性のお客様なんですが、現在姿がありません。新幹線に乗車可能性がありますので、警戒をお願いいたします。ご連絡ありがとうございます。承知しました。ご利用ありがとうございます。ん？さっき入場券で入ったやつだよな。ご乗車ありがとう。ん？黒縁メガネに黒い帽子？もしかして。すいません、お客様。すいません、お客様。おう、はい。大変申し訳ないのですが、今不審者がいるということで警戒中でして、念のため切符の確認をよろしいでしょうか。あ、僕のこと疑ってるんですか。いえ、そんなことはありません。特徴が似ている方にお声掛けをさせていただいております。めんどくさ。いや、今急いでるんですよ。すいませんが、ご協力をお願いします。今じゃなきゃダメですか。少しで終わるのでお願いいたします。どちらからお越しですか。東京ですよ。もう行きますよ。ちょっとお待ちください。今お客様の通った改札を確認したら入場券が入ってたんですけど、これはどういうことですか。は？僕のじゃないですよ。あいつのじゃないですか。いえいえ、お友達の通った改札は隣の改札ですよね。いや、だって普通に東京で切符買いましたもん。おいくらでしたか。5000ぐらいですかね。8570円です。あ、そうです、それです。お客様、ポケットから東京駅の入場券がはみ出してますが、今日のですよね。いや、違いますよ。お客様、駅には防犯カメラがあるのはご存知でしょうか。え？このままごまかすようでしたら警察呼びますよ。いや、違うんです、間違えちゃったんです。買うところが分かんなくて。安心してください、警察は呼ばないので。あ、ありがとうございます。では料金が3倍運賃になりまして 25,710 円です。すいません、ちょっと切符なくしちゃったんですけど、ポケットとか財布探してもないですか。いや、結構探したんですけどないんですよね。もしないようですと、もう一度同じ切符を買っていただかないとなんですけど。あ、そうなんですか。いや、どこしまったかな。もし家帰ってからでも見つかりましたら払い戻しはできますので。いや、車内かもしれないですね。ちょっと確認してもらえますか。今の小玉ですか。はい。では何号車のどのあたり座ってたか教えてください。7号車の窓側の3人掛けの後ろの方ですね。では一度車内に確認取ってみますね。ちょっとお客さん。あ、なんかあそこお店で来たんですね。前なかったのにな。いや、今逃げようとしましたよね。いや、してないですよ。あ、そうですか。怪しい動きはやめてくださいね。あ、ちょっとすいません。いや、ちょっとお客様。何ですか。電話来たからちょっとすいませんじゃないんですよ。逃げないでくださいよ。逃げないですって。じゃあ車内に連絡取ってきますので、ここにいてくださいね。分かってますよ。